第11代ノーサンバランド博ジョスリン・パーシーは、イングランドの貴族。第10代ノーサンバランド博アルジャーノン・パーシーと、第2代サフォーク博セオフィラス・ハワードの娘、エリザベスの子。1668年に、父が亡くなると爵位を継承したが、わずか2年後の1670年、妻と共に、イタリアの鳥の滞在中に熱病にかかり25歳の若さで死亡。 1669年に息子ヘンリーに先立たれていたため爵位とパーシー家団系は断絶した。イングランド王チャールズ2世は空位となったノーサンバランド白衣を狙い、1674年に自分の諸子ジョージ・フィッツロイに与えた。さらに1683年にはノーサンバランド公に少女させたが、1716年にジョージが子供のないまま死亡したため爵位は消滅した。 一方、ジョスリンナキアとは、一人娘エリザベスが残されたが、広大な領を狙う貴族たちに三回、政略結婚させられ、最終的に、エリザベスの三度目の結婚相手である、第六代サマセット公チャールズ・シーモアが、パーシー家の医療を獲得した。しかし1 7五十年にエリザベスとサマセット公の、息子の第七代サマセット公アルジャーノン・シーモアが死亡して、 シーモア家も断系が断絶すると、彼の娘エリザベスと結婚したヒュー・スミソンが、パーシー家に復生して、ノーサンバランド伯くらいとパーシー家は復活。ヒューの代で公爵に昇格して、ノーサンバランド国として、現在も続いている。1662年に、サウサンプトン伯爵、トマス・リズリーの娘エリザベスと結婚、一男一女を設けた。エビ松村、P574。 海保 P57P59 森 P64P67 海保 P86P98P107P109 ありがとうございます。